皆さんこんばんは、バラエロダンディ MC の原田龍二です。新井真希です。本日はデーブ・スペクターさんとゲストに初登場でございます、画家の中島健太さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。靴下履いてないんですよ。そこでそんなことよりもですね、ちょっとあったかくなってきましたんで、これまでのこれほどの画家の方がいらっしゃったっていうことが大丈夫なのかなということなんですけども。心配ですか。どんな方か、ちょっとプロフィールを、はい、プロフィールご紹介させていただきます。武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業です。大学3年という異例の速さでプロデビューしました。現在までの制作作品は700点を超えて、その全てが完売していることから完売画家の異名をお持ちなんです。はい、中島さん、正直完売画家というのはそもそも珍しい存在なんでしょうか。そうですね、完売画家って1年、はい、2年とかっていうんだったら、まあ、それこそ売れっ子タレントさんっていうのも出てきては消えていくじゃないですか、うん、だから完売画家っていうのも、まあ、出てきては消えていくもんなんですけど、はい、まあ、ずっとこう、ね、芸能界でやられてる方っていうのと一緒で、完売し続けるっていうのはなかなか難しくて、今の日本で、まあ、画家として、はい、活動してる人間って大体画商さんに聞くと、まあ、50人いないんじゃないかっていう50人もいない話ですね。つまり生活できるのは50人ぐらいですか。そうですね、そのくらいって言われてて、完売って自分で買ってるんじゃないですよね、はい、その資金力あったら多分絵描いてないですね。さあ、そんな中島さん、繊細な技術と人間味あふれる温かな肖像画で知られていて、実際の作品こちらです。中島さん、こちらの作品は、はい、これそうですね、2018年にベッキーさん描かせていただいたんですけど、まあ、いろんなことがあって、はい、で、まあ、そこからこう立ち上がる時になんかこうやっぱり人間らしい姿っていうのを描きたくて、うん、眠っているところを描かせていただきました。これは注文してこのポーズになってもらったんですか。そうですね、これわざわざベッキーさんのご自宅まで、ね、伺って、でだからこそなんかすごい素の姿みたいなものを見せてくださって、なんかそのスターではなくてこう人間らしいっていうところを描けたらと。じゃあこれ何時間もそのままポーズしたんですか。あ、違うんですよ、これは基本的には僕写真で取材させていただいて、まあ、そこからっていう感じですね。その後ずっとセンテンススプリングで、ね、連絡し合ってる。それはないですよ、ね、ちょっと何も言えないんですけど。でもこれいいですよ、 お世辞とかじゃなくて、写真ね、いいですよ、光も綺麗です。まだまだたくさんございます。はい、瀬戸内寂聴さんを描いた作品も話題になりました。こちらの作品は、ついたてのように自立するのも特徴だそうですね。そうですね、これ寂聴さんってそれこそ今よりもはるかに男尊女卑がね、強い時代に自立してた女性だったので、これ三面鏡みたくなってて、作品自体が自立するようになってるんですよ。ただ立ってらっしゃるだけですけども、お立ちくださいということで。そうですね、だから座らずにね、例えばこう、いやっていうか普段立ってると思うんですよね、はい、ええ、座っていたかどうか分かんないですよね。でもこの時はこういうポーズをリクエストして。そうですね。それで寂聴先生ってずっと、はい、いろんなところで常にこう辛いことがあっても笑いなさいっておっしゃるんですけど、先生の顔のシワって全部笑いじわなんですよ。書いてて気づいたんですけど、全部上向いてるっていう。これ失礼ですけども、これは売られたんですか。これはですね、寂庵にあります、先生にプレゼントして、はい、今でも寂庵に飾っていただいてますね。京都ですね。はい、そうです。その依頼というのは自分から書かせてくださいっていうふうに依頼して、うん、そうですね、寂聴先生に関してはお手紙書かせていただいて、やっぱりなんか今の時代ってこう忖度とか忖得感情とかで動くっていうようなのがなんかすごく多いじゃないですか、はい、でも寂聴先生ってこう自分の心に従って生きるっていう方なので、なんかもう一回その先生の生き様みたいなものから我々学ぶところがあるんじゃないかと、そういう思いでお願いしたら快く引き受けてくださいました。何か物の見方は変わりましたか。そうですね、やっぱりね、先生の人生ってもう戦いの連続なんですよね。やっぱり自分のやりたいことをやるってことはそれだけ時には批判にもさらされるわけですよ。だけど自分の正義を貫くっていう、誰かに言われたからじゃなくて自分の正義を貫く。で、先生96歳で初めて会った時におっしゃったのが、私は人生に一つも悔いがない、自分の人生振り返る時が来るんだって。僕30前半だったんですけど、はい、知らなかったんですよね。
だから自分の人生を振り返る時が来た時に自分の人生悔いがあったら嫌だなっていうのを、まあ、先生にお会いしてなんかそうならない生き様を僕もできたらいいなと思うようになりましたね。素敵なお話を、ね、あのおしゃべりとっても上手なんですけど中島さん、はい、生放送にもあの TBS のグッドラックのコメンテーターもされていたから、はい、生放送も、うん、いやだいぶ慣れているということでもうだいぶグッドラックにグッドラックされて久しいんですけど、ね、これだけ言わなければよかったんだねここまですごくいいのにどうしても聞いてほしいということだったのでどうですかあの MX の雰囲気と TBS と比べてみて椅子がふかふかだなと思って、ね、よかったですね、はい、褒めてくれてね喜んでいただけて、はい、そんな中島さんなんですけど1時間よろしくお願いいたしま す。さあバレルダンディスタートです。早速参りましょう。ダンディボイスです。あの人物が所有していた絵画が驚きの価格で落札されました。実業家の前澤友作氏の所有するアメリカ現代画家ジャン・ミシェル・バスキアの絵画が一昨日ニューヨークで競売にかけられ予想落札価格を大幅に上回る$8,500万およそ109億円で落札されました。この作品は2016年に$5,730現レートでおよそ74億円で購入したもの。今回の落札を受けてツイッターでは次のオーナーにも大切にされ多くの方々に共有されることを願っています、6年間お世話になりましたとコメントしています。ということで本日のボイステーマはこちらです、はい、大金を動かした経験、あなたの声をメールやツイッターでお聞かせください。はい、中島さん、こちらのニュースなんですけども、はい、いかがでしょうか。そうですね、まあ、正直そんなに驚くような話でもなくて、なんか109億円というとすごい、ね、額ですけど、ただまあオークション会社ってオークションするのだけが仕事ってわけではなくて、やっぱりそのオークションのためにこう出品してくれる人を探してくる。でそのためにはただオークションに出すんで出品してくださいっていうんじゃなくて、うちに出していただいたらその作品高く売れますよ。そのためにはお客さん見つけてこなきゃいけないわけですよね。だからまあこのオークションに関しては、まあ、ある程度その買い手っていうのが何人かいますよっていう状態で多分前澤さんの方に出してくださいっていう打診があったんだと思うんですよ、うんうん、でまあすごくこうねあの予想以上に高くなったっていう話なんですけど、はい、まあこの予想落札価格っていうのも基本的にはそのオークション会社が勝手につけてるものなので、うん、まああのちょっとね低めに見積もっといて跳ねたりしたら、まあ、こういうふうに予想以上に高くなりましたっていうふうに話題にしてもらえるじゃないですか、はい、まあ、だからこのニュースから分かることは、まあ、アート業界っていうのが今後もバスキアっていう作家を高くしていきたいっていう思惑を持っているっていうことだと思います。この109億円という価格についてはどうですか。そうですね、まあ、正直そのアートって西洋においては金融商品としても扱われているので、まあ、今ってそのコロナ禍でもあってその金融緩和でものすごいこう世界的にお金が余っている状態だったじゃないですか、はい、だからまあ数年前よりもはるかにこうお金のボリュームが増えているっていうことは、まあ、その分そのアートの値段も相対的に上がるっていうことだと思いますね。なるほど。デーブさん、いかがでしょうか。いや、前澤さんは月から帰ってきたの知らなかったのでもうずっと言ってるもんだと思って言ってると思ったんですけど、まあ、バスクイアはあのなんで高いかっていうと早死にしちゃったんですよね、うん、であれだけの作品ですので、もう自分僕だって描けるよってみんなまずは思うんだけど、よく見るとそんなことはなくてですね、やっぱりすごいもので、これは無駄遣いではなく、はい、あのいずれ転売したりできます、うん、であの今の価格より下がるということは非常に考えにくいんです。で前澤さんまだお若いですので、20年30年後に売ったらもう倍ぐらいになってると思うんですよ。ですからあの結構そういう意味ではお金の動かし方としてはあの賢いと思いますよね。中島さん、そもそも絵の値段というのはどうやって決めるものなんでしょうか。はい、ですね、ちなみにまあ日本においてはって感じなんですけど、はい、これがですね今実際のサイズなんですけど、これ15 F の15っていうサイズなんです、15ね、15っていうサイズなんですけど、はい、これがね一つの基準になってるんですよ、はい、でこれがいくらかっていう、例えば15なので5、3万の方だったりすると30万円
でこれがですね、あの日本だと10号とか12号とかだんだんこう数が増えるごとに大きくなってくるんですね、はい、だからだいたいその5を3万円の人は15号だったらかける3で45万円になったりするっていうことなんですけど、まあなんか海外だとさらにそこにこうオークションでいくらで落札されたかみたいなことがこの豪単価っていうのをどうやってこう変えていくかっていうことに影響を与えてたりもするっていうことですね。日本においては結構画商さんが主導して決めることが多いですね、はい、お金っていうのはその書いた方が最初に決めるわけじゃないんですか。そうですね、基本やっぱりその書いた人間が決めるとどうしてもこうなかなか自分の作品いくらですって言えないじゃないですか。だからそこはまあエージェントのようなその立場にいる画商さんとかギャラリストっていう方々が値段を決める、まあ、あるいはその発表する場所によってもある程度相場みたいなものがあるので、はい、まあ、百貨店とかだといくらとか、でも逆にそのオンラインショップとかだとあんまり相場がなかったりするので安かったりするとかっていうことはあったりしますね。あのみんな聞きたいと思って聞いてもいいですか、はいはい、中島さんは5いくらなんですか。なるほど、僕はですねこの5っていうのが今10万円ってことになってるので、だいたいかけるこの15だと、まあ、100万円ぴったりっていうこのサイズで100万円ですね。あれさっきベッキーの絵はどれぐらいですか、キーティーなのば。あれ一応非売ってことになってるので。そうなんですね。今どこにあるんですか、うん、今ですねあのベッキーさん所有ってことになってますね。あ、そっかそっか、だベッキー自身が困ったら売るかもしれないですね。あでもなんかねそれでどのくらいになるのかっていうのはちょっと本人的には気になったり、ね、気になりますよね、はい、いくらぐらいで売れるんだろう、はい、さて今日のボイステーマ大金を動かした経験なんですけども、中島さんご自身はありますでしょうか。いや、あの画家って本当に大金と無縁な生き物なの で、まあ、そういう意味ではその人生の最初の売り上げであの奮発してこう買った時計みたいなものがすごい思い出に残ってはいます、うん、ちょっと震えますよね最初のそういうお金を動かす時って。そうですね、でもあんまりねその人生の最初の売り上げが大したことなかったっていうのがまたちょっと悲しいところなんですけど。ちなみにおいくら。あの、ね、5万円ぐらいでしたね。そうなんだ。でもね、思い出の品ですもんね。思い出ですね。そうですね、その時計はもうやっぱり今でも持ってますね、うん、でも今もっと高い時計もいっぱい持ってるってことですよね。いやー頑張りますね、頑張ります。デーブさんいかがですか、大金を動かしたという。まあ、これ言っていいかどうか、先日急に4630万円が振り込まれてどうしていいか分かんないな。バスキア買いませんか。考えてたな絶対、ね、はい、本日のテーマ大金を動かした経験、あなたの声をお待ちしております、はい。